日田鉱山美術館は、かつて岐阜県高山市に存在し、ガラス工芸の作品と家具の展示を中心としていた、私立の美術館。株式会社、気分日田鉱山美術館が管理運営を行っていた。1997年開館。2020年5月31日閉館。地図16世紀から20世紀の世界中から収集したガラス工芸と、アールヌーボー。 アールデコのガラス工芸品、19世紀末の家具や照明器具など、約1000点以上を収蔵していた。また、企画展では、工芸はもちろんだが、絵画や彫刻、写真展なども行い、コンサートなども開催する総合文化施設としての、側面もあった。2007年には、ミシュラン社のミシュランジャポンで3つ星として掲載され、2009年にも、 ミシュラングリーンガイドジャポンで3つ星として掲載された。地元住民、観光客ともに親しまれた施設であったが、同所への新ホテル建築計画に伴い2020年5月31日に惜しまれつつ閉館。閉館の約1週間前となる5月23日からは入館無料としていた。なお、跡地は会員制リゾートホテルなどを手掛けるリゾートトラストが取得しており、 建物を解体後、美術館を併設した、開園性リゾートホテルを新築し、当館の収蔵物も,も引き継がれる予定である。情報はすべて開館当時のもの。1967年製の2階建て、クラシックロンドンバスで古い街並みや、陣屋などをめぐって、美術館へ送迎する。2015年現在、ロンドンバスによる、駅、市街地と飛騨高山美術館を結ぶ送迎バスは、 運休中。送迎に使われたロンドンバス2015年頃に、当バスによる送迎は中止され、車体は美術館入り口に生体展示されていた。ありがとうございます。